やっほー、マリコです。最近はすっかりショートばっかりアップしていて、 YouTube の投稿が久しぶりになってしまいました。久々に今年の沖縄の夏をちょっとまとめた動画をアップしてみたいなと思います。まずは日常ですね。いつもの海で、泳いでました。だいたい毎日か 2,3 日に1回ぐらいは海に入るようにしてましたね。海に入ると本当に、リラックスできて、体の緊張もほぐれて、とってもね、整う感じがあるので、なるべくね、意識して入るようにしていました。今年はちょっと一人でチャレンジして流れに流されかけたこともあったんですが、そこはちょっと冷静にね、溺れないように気をつけながら、岩をよじ登って無事生還しました。だからね、偉大だなと思うし、地球の一部なんだな、一員なんだなっていう感じますし、身を委ねる力もそうですけど、ちょっと野生の感というかね、こう感じる力も鍛えられて、もうね、これ以上行っちゃいけないなみたいな、こう感覚をより一層大事にするようになりましたね。前の動画にも登場していたマリンショップの看板犬ムーちゃんですね。今年はムーちゃんとたくさん遊んだ気がします。ムーちゃんのお尻、むーちゃんどうしたの？おいでこっち、むーちゃん、むーちゃん、むーたん、むーたんどうした？飼い主さんが忙しそうだったので、初めてワンちゃんのトリミングに挑戦しました。ついにですね、イルカちゃんが芸をするようになって、一緒に新しい遊び方がちょっと生まれました。手をパタパタってすると、小刻みにうなずいてるんですよね。実にうんって、でぐるぐるって言うとぐるぐる回転してくれます。8月5日頃、今年も浜ではウミガメの赤ちゃんが生まれて海に帰っていきました。沖縄の海からカリフォルニアまで、10万キロの旅に出ます。頑張れ頑張れ。夏の間だけ短期のアルバイトをしに来ていた男の子に、違った沖縄の魅力を体験してもらおうと肘を滝に連れて行きました。沖縄の友達と一緒にタタキですね、前もアップしてた動画があるんですけど、今度は真夏に行ったので、滝壺の裏側に初めて入ってみました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。滝行って感じですね。新しい習い事もいくつか始めました。こちらはダーニングという、イギリスのお洋服などの修繕方法の、ワークショップだったんですけど、靴下とかお洋服とかのシミだったり穴が開いてるところに、刺繍みたいにちょっと可愛いデザインを施して新しく生まれ変わらせるというか、長持ちさせながら新しいデザインになっていって、長く好きなお洋服を、着ていったり、愛着を持って育てていくみたいな感じですね。長く使うことで、地球にも優しいので、とっても素敵だなと思ってお勉強しました。もう一つのお稽古事は、フラカヒコです。フラダンスの古典フラにあたるフラダンスですね。フラはずっと習ってみたくて、ただ車の免許がなかったので
ずっとですね探してはいたんですよね、こう通える範囲で。なかなか見つからなくて、まあ見つかるまで待っとこうみたいな感じでですね、1年ぐらい、何にも考えずにいたんですけど、そしたらまあお家のね近所に歩いて5分ぐらいの距離にフラダンスの先生やられてる方が新しいこうハワイアン雑貨のお店をオープンして、でフラの、レクチャーも始めるよっていうことで、やっと来たと思ってですね、念願のフラカヒコ習い始めました。いつも泳いでる海ですね、こことっても気持ちのいいパワースポットなので、ここでねアーシングしながら海を見ながら地球とつながって、地球に感謝や祈りを捧げる踊りが古典のフラカヒコになります。とってもね気持ちのいい時間で、習い始めたばっかりなので全然下手っぴなんですけどね、気持ちよさを感じながら練習頑張っています。伊勢崎は夕日が見える綺麗なスポットなので、夕暮れ時になると人が集まってきてのんびりと空を眺めながら過ごしています。このワンちゃんはムックって言います。よくね、辛坊さんというアーティストの方が三線を弾いていて、その音色をね、聞きながらみんなでのんびりと夕日を見るのがとっても気持ちが良くて幸せな時間です。ね、長い間東京で生まれ育って、夜遅くまで働いて忙しい時間を過ごしてきたので、一日の終わりに夕日が見える幸せをね、深く実感しますね。はい、ということで2022年の夏も自然を感じながら、新しいチャレンジもしながら自分のお仕事もしながら、いい夏を過ごすことができましたね。趣味がものづくりだったりするので、アクセサリー作りなんかもね楽しみながら、カフェとかに置いて販売させてもらったりとか、あとはホリスティックライフコーチングですね、自分らしく自分の人生を生きていきたい方や、夢や願いを叶えていきたい方のためにサポートするセッションですね、オンラインや対面でやらせてもらっています。私自身もですね、旅とか自然が大好きで、こんな風にですね都会暮らしでこう体を壊したりしながら、本当のね自分の望みに気づいて、少しずつライフスタイルを変化させていって今があります。これからもまだまだもっともっと、成長して変化していくつもりなので、皆さんにもねその姿をシェアしつつ、私ももっともっと自分の夢叶えたいなとか、自分の好きなことをする人生にシフトしていきたいなとか、自分らしい人生生きていきたいなっていう方がいらしたら、喜んでサポートさせていただきますので、その時はお気軽にご相談してください。もう私はね誰かの夢を否定することは絶対にないので、全力で応援しますので、一緒に夢を叶えていきましょう。ということでまた、お会いしましょう。バイバーイ。